プロレスファンの皆さん、こんばんは。後楽園ホールが燃えております。86年チャンピオンカーニバルの開幕です。今夜は開幕戦にふさわしく、いきなりハンセンと鶴田の一騎打ち、しかも AWA、PWF、インターヘビーの世界初のトリプルタイトルマッチです。そしてまたもう一つの焦点は、天竜の返上したユナイテッドヘビー級ベルトをめぐる争奪リーグ戦、その第一戦がこれから行われます。レッドルビアス、軽快な音楽に乗りまして今入場です。試合に参加しまして、日本テレビ並び番組提供を通したように、試合に先立ちまして、両選手に日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が両選手に贈られました。解説はいつものように東京スポーツ新聞社山田隆さんにお願いします。さあ、両選手の紹介です。実力者テッド・デビアス紹介されました。そして今シーズンかけるキラーカーン、不気味な表情、やる気満々です。さて山田さん、このリング上ではまずユナイテッドナショナルヘビー級王者争奪リーグ戦の第一戦行われますが、まあ、それにしましても全部合わせると23試合タイトル絡み、大変なことになりましたね、これは。そうですね、はい、まあ、チャンピオンカーニバルといえば全日本プロレスの春の本場所、はい、伝統的にね、中身の濃いシリーズを過去ずっと続けてきたわけですが、特に今回はもう今おっしゃったように大変なタイトルマッチの数、はい、ものすごい豪華版ですね。本当ですね、まさにタイトルマッチの嵐、チャンピオンカーニバルということが言えるかと思います。さあ、リング上はテッド・デビアスとキラーカーンだ。先頭を取っているのはテッド・デビアス。このユナイテッドナショナル王者争奪リーグ戦ですが、6人の選手が参加いたしまして、前王者の天竜、元王者のデビアス、そして、オレイ・アンダーソン、アシュラ・ハラも加わりました。そしてリング上のキラーカーン、安義明、以上6人によります総当たりのリーグ戦が行われるわけであります。30分の一本勝負、勝ち点が2、そして時間切れの引き分けが1点、両者リングアウト、あらゆる負けが0点となっています。まあしかし馬場さん、すごいことになりましたね、このシリーズ。そうですね、粒が揃っていますのでね、はい、さあ一体ユナイテッドナショナルのヘビー級のベルトを取るのは誰なんでしょうか。6人の選手がしのぎを削ります。山田さん、そういう意味ではこのキラーカーン、テッドリベス、共に優勝候補ではありますよね。そうですね、はい、まあ今回はね、非常にメンバー的にも厳選されてますので、はい、まあ、6人は6人、全部チャンスがあると言ってもいいでしょうね。そうですね、まあしかしとにかく体の大きいキラーカーン、はい、そしてもう心境著しいテッドリベス、この2人はもう張り切ってますからね。そのリーグ戦の結果、1位と2位が最終戦の大宮大会で決勝戦を行うわけであります。さあ、テッド・デビアスがいい動きだ。開幕戦エルボードラップを落としてまいりました。カウント2入っています。山田さん、デビアスの動きいかがでしょう。早いですね、非常に今の飛び上ってから、まあどの程度の今エルボードラップが入ったか、はい、これダメージの程度はわからないですけれども、動きそのもの非常に勘がいい動きをしてますね。そうですね、さあしかしキラーカーンの反撃が始まりました。さあ何を持ってくるか、エルボーでお返しだ。ロープで反動を下りして、そして今度はねじっこい攻撃。馬場さん、この辺にキラーカーンの不気味さというか、このラファイト、なかなかこの侮れない選手ですよね、はい、そうですね、ですからこのカーンがね、そのラファイトのラファイトに徹底していけばいいと思うんですがね、それが中途半端になるとどっちも近くなんでね、なんか自分で墓穴を掘るようなところありますからね。さあ、クロー攻撃だ、クロー攻撃だ。テッド・デビアス、スタンディングポジションを取りました。一体誰が出てくるんでしょうか。全く見当がつきません。ユナイテッドナショナルヘビー級の王座争奪リーグ戦であります。さあ、キラーカーンをコーナーに追い込めた、ショルダータックル、これはアメリカンフットボール譲り、強烈ですね、山田さん。そうですね、やはり相手がね、大きいキラーカーンだけに、はい、デビアスも非常に考えた作戦をやってますね。さあ、場外だ、場外だ、アウトオブザリングの戦い。テッド・デビアスがサイドから、アウトエプロンサイドからエルボーを落とした。そしてラファイタも見せます、テッド・デビアス。いやー、山田さん、今の別作攻撃でも、昨年見せた勢いがそのままですね。うん、そうですね、はい、テッド・デビアスという人は
ラフ&テクニック、どちらでもこなしますからね。そうですね。さあ場外テンパスター合戦どうでしょうか。いろんなテールドがキラーカーンだ。おっと今度はパンチだ。まあ椅子ですね。あーカーンは椅子を今度は椅子攻撃、椅子攻撃、セットでビアスフラフラ、これは追いかけるキラーカーン。しかしカウントが進んでいます。両選手リングアウトになりますと最悪の結果0点ということになってしまいます。あーっと椅子を奪い返したセットデビアス、セットデビアス、これでキラーカーンを追い打ちだ。背中に頭にもう乱れ打ち、椅子の乱れ打ち、セットデビアスの報復攻撃が始まってしまいました。さあまたブレンバスター合戦です、ブレンバスター合戦です。力が入る、しかしカウントは進んでいる。4まで行った、4まで行った。さあ両選手早く戻れ。馬場さんはいつもお話のようにやはり山田さん決着を望みたいですね。そうですね、やはりこのままねあのリングアウトで終わったんではねもう両方とも得点になりませんし、はい、不本意な試合になりますからね、なんとか中で決着をつけてほしいですね。さあおっと今度は小技を見せるスモールパッケージホールド、キラーカーンも味なこともやります。まあこの一方のデビアスですけれども、山田さんこの UN ユナイテッドナショナルの王座の他に PWF タッグチャンピオンの防衛戦もあるんですよね。そうですね、はい、まあ、そういった意味ではね非常にあの後に大きなのが控えてますので、ねはい、なかなかコンディション作りも難しいと思いますよね。さあキラーカーンが今度はそのテッドデビアスをバックブリーカーに捉えました。そしてあの今5分経過ですがここでニードラップか、いやギロチンだ。あのアンドレ・ザ・ジャイアントの足を折ったニードラップも温存しておりますキラーカーン。ギロチンドロップカウント2入りました。 BWF タッグチャンピオンとして長州組の挑戦を受けます島本大会。そういった意味では見逃せない開幕戦でありますセットレビアス、そしてキラーカーンの両選手。あー返した。馬場さんこの辺の切り返しどうですか。レビアスいいですね。まさにこれ、休まずにね、どんどんやっぱり攻めていかなきゃいけないんですよね。休まずに攻めろ、攻めて攻めてしのぎ合え。ユナイテッドナショナルのヘビー級の王座争奪戦盛んに見せるスモールパッケージホールドカウント2。場内のお客さんも一緒になってカウントを数えております。それだけこのユナイテッドナショナルの王座リーグ戦が注目されている証拠となります。さあ入った入った、カーンのストバット裏蹴りであります。カウント2まで行きました。山田さんここまで両者の攻防どうでしょう。そうですね、あのキラーカーンがねなかなかあのスモールパッケージを2度見せましたけれども、はい、まあ、あのそしてねああいうテクニックを見せるかと思ったら今度またラフに切り替えましたね、はい、まあ、あの先ほど馬場さんからラフに徹した方がいいという話が出てましたが、私もそれには賛成ですね。さあ軽快に出していったか。あデビアス奪い、デビアス奪い、そしてセカンドロープから何を持ってくるか。このエルボーを脳天に落としたテッド・デビアスであります。まあこのデビアスといえばこの UN のベルトを巻いたことがある実力者ですからね。そうですよ、元チャンピオンですからね。そうですよね、思えばあの天竜が日本で2度挑戦して奪うことができませんでした実力者テッド・デビアス。カウント中です。馬場さんこれは勝負どころですか。いやまだでしょう。まだですか。まあね、キラーさんがさっきスモールパッケージを出しましたね、はい、2度出しました。あれいっぺんにしてね、その要所で一番いいところでポッと出したら決まったと思うんですけどもね。なるほど。さあ試合の流れどう展開していくか。さあエルボーは空振り、何を待ってくるか。クロスチョップ、ものすごい音が放送席まで響き渡ってまいりました。カーンのクロスチョップ、これで明暗を分けたかどうか。大技へつなぎたいキラーカーンです。ラスカットも今日は生き生きとしています。キラーカーン監修でアピール、クロスチョップの構え、これを壊した。おっとレフリーに激突、レフリーに激突だ。ちょっと試合が荒れてそうな、そんな展開であります。さあ2度目の場外、2度目の場外、どんな戦い模様になるのか。レフリーはまだ起きられません。今ちょっと起き上がろうというところ。しかし場外では激しい戦いだ。右がぶつかり合う、セットレビアスとキラーカーン。おっとここでゴング、ここでゴング、レフリーがゴングを要請した。青い鉄柱攻撃、場外での戦いは延々と続いています。山田さん今のゴングはちょっと正式な採点を待ちましょう。キラーカーンの反則負け。しかしねこれはどうでしょうかね、非常に判定の難しいところですがね、もう決まってしまったから仕方がないんですが、はい、飛ばされたキラーカーンがレフリーを飛ばしたっていう結果ですね、はい、これはちょっ
っとキラーカーン納得いかないでしょう。やっぱりね、ババさん今の裁定どう見ましたか。まあね、あのさっき、キラーカーンが行くぞなんていうね、その合図をしてから行くなんていうのはね、これは全く馬鹿らしいことでね、行くなら黙ってやればいいものを、そういう合図をしてからやるなんていうことが結局デビアスにそれだけの時間を与えるということですからね。一瞬の隙が生まれた、そういう点でね、これは、負けてもしょうがないんじゃないかと思うんですね。でもまあレフィーの判定も、カーンが突き当たったんだから、やっぱりこれはカーンを罰則加えるしかないと思うんですが ね、 ユナイテッドナショナルの王座決定リーグ戦、結局キラーカーンが反則負け、テッドレビアス2点をもぎ取りました。ますますヒートアップする全日本のマットですが、4月より関東地方をはじめ一部の地域ではナイター中継のある場合、全日本プロレス中継は放送時間を変えて毎週お送りしてまいります。なおナイターのない場合には今まで通りこの時間にお送りいたします。次回のこの時間の放送は4月26日大宮大会より AWA 世界ヘビー級選手権ユナイテッドナショナル王座決定戦をお送りする予定です。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は後楽園ホールより全国35局をネットして実況生中継でお送りしています。